こんばんは。個人的に読んで面白かった本を紹介する本ラインサロンのお時間がやってまいりました。今回紹介するのはこちら、ジョン・ミアシャイマー著、奥山正史役、大国政治の悲劇です。先日のサンデーブレイクでミアシャイマー教授のインタビュー記事を紹介しましたけれども、そのミアシャイマー教授の主張がこの本になるんですね。見るからに分厚い鈍器のようなものになりそうなレベルです。1991年から書き始めて、アメリカで出版されたのが2001年、で翻訳版が出版されたのが2007年なんですけれども、最初はこういう本だったんですね。ちょっとさっきのよりは薄いです。その後一章追加されて原注もついた究極完全体がこの、完全版になります。比べるとですね、もう圧倒的に大きさが違いますよ。分厚いですし、なんだか難しそうな本なので読めるかなって心配になる方もいると思うんですが、結構ね、分かりやすいんですよね。読みやすいのは奥山さんの翻訳もいいんだと思います。じゃあ一体どんなことが何について書かれているのかということなんですけども、これこそね、日本人に必要な冷徹なリアリズムに基づいた話なんですよ。今露骨に米中が争っていますよね。でこのミア・シャイマー教授というのは、自分の理論からもう米中っていうのは争うだろうというのを予想していました。実際今その方向に進んできていますからね。今日は追加された最後の章、中国は平和的に台頭できるかを紹介していきます。いきなり結論から言うと、中国が平和的に台頭するのは難しいということです。ミア・シャイマー氏は、中国がもし経済面で発展を続ければ、アメリカが西半球を支配したのと同じような形でアジアを支配しようとすると述べています。国家というのは根本的にパワーを求め続ける存在なんですね。国が成長していくにつれて、その地位っていうのをより確固たるものにするために覇権を握ろうと努力していきます。これはかつての日本もそうだったわけですよ。で、日本がこう伸びていくんだけども、それを許さないアメリカに滅ぼされてしまいました。ミア・シャイマー氏はオフェンシブリアリズムという理論を提唱しています。これは簡単にまとめると、国際システムの基本的な構造によって国家は安全保障を心配するようになり、互いにパワーを争うようになるということです。国って世界中にあるわけじゃないですか。こうあるんだけども、それを取りまとめる政府ってないですよね。ですからアナーキー状態ですよ。国連のような国際組織はあれど、まあ、一例としては北朝鮮の核開発すらまともに止められないわけでしょう。各国は各々身を守るためにパワーを求めることになっていきます。そして安定的に生き残るために地域の覇権を目指してこうやっていくわけですよ。中国は経済成長を背景に軍事力っていうのもめちゃくちゃ伸ばしてきましたよね。そしてアジア地域において圧倒的に周辺国より優位な状況っていうのを作り出そうとしています。圧倒的に優位な状況になると、周辺国と抱えている領土問題っていうのも自国に有利な形で解決させるような形に持っていくことができるでしょう。何しろ世界はアナーキーですからね。ただ我々の日本を含めて、中国が台頭してくるのって単純に脅威じゃないですか。あんな一党独裁の人権無視国家がもうこのアジア周辺でもう好き放題やられたら単純に困る。アメリカからしても超大国の出現というのは何としても阻止したいでしょう。歴史の記録から明らかなのは、もし中国がアジアを支配しようとしたら、アメリカの政策担当者たちはどのような反応を示すのかということだ。大国になってからというもの、アメリカはライバル大国の出現を絶対に許しておらず、20世紀を通じて見てもわかるように、アメリカは世界唯一の地域覇権国という立場を決して譲ろうとしていない。したがってアメリカは中国封じ込めのために多大な努力をするだろうし、中国のアジア支配を不可能にするためには何でもやるだろう。そのエッセンスから言えば、アメリカは冷戦期にソ連に対して行動したような形で中国に対抗する可能性が高いということだ。中国の周辺国もその台頭を恐れるだろうし、彼らも中国の地域覇権の阻止のためには何でもするだろう。実際のところ、インドや日本、そしてロシアなどの国々やシンガポール、韓国、そしてベトナムのようなやや小規模な国家までが中国の勃興を懸念して封じ込めの方向を求めていることを示す多くの証拠が存在する。最終的には彼らはアメリカ主導のバランシング同盟に参加して中国の台頭を牽制するはずであり、これは冷戦期にソ連を封じ込めるために
イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、日本、そして最後は中国までがアメリカと力を合わせたやり方と似たような形になるはずだ。これ実際問題今そっちの方向行ってますよね。7月23日にはアメリカのポンペオ国務長官が対中批判演説を行いました。習近平を名指しで批判しつつ、民主主義国家による新たな同盟を構築して対抗すべきだという主張を展開しています。まさにミア・シャイマー氏の理論通りに展開進んでいるわけですよ。さらにミア・シャイマー氏は冷戦時代の教訓から相手国からの渡航制限に踏み切ったり、テクノロジーの研究をするアメリカの大学で中国からの留学生受け入れ禁止、国家の安全保障に関わるような製品やサービスの輸出の選択的制限をやるんじゃないかと予測できると書いています。これもまんま今進んでるでしょう。ファーウェイの締め出しだったりとか TikTok の制限とか、留学生も一部入国拒否するっていうのがもう進んでますよね。そういえばさっきロシアの名前が出てきました。ロシアといえばもう中国とズブズブなんじゃないかっていう印象があると思います。でも今たとえどっぷりだとしてもロシアって裏切るじゃないですか。ソ連時代は日本と中立条約を結んでいたのに、最後もう火事場泥棒のように参戦して、日本からこう北方領土とか奪っていったでしょう。だから今後の展開次第ではロシアもはしごを外す可能性っていうのは考えられなくはありません。本当に今のアジアっていうのは中国のせいで不安定になりまくりですよね。ミア・シャイマー氏の理論だと戦争が起こる可能性も否定はしていません。完全に二極化していた米ソ冷戦時代というのは、この米ソ両国が直接戦火を交えるっていうのはなかったですよね。ただ現在っていうのはそのパワー分布の違いから限定的な核戦争にすら言及しています。次に紹介するのは先日の朝日新聞に掲載されたインタビュー記事からです。米中の対立は今後冷戦期の米国とソ連のようになるのでしょうか。冷戦期は数千もの核兵器を持った強大な米ソの軍隊が欧州で対峙しており、全面戦争が起こる可能性は高くありませんでした。米中間の衝突が起こりうる場所は南シナ海、台湾、東シナ海と3カ所あり、可能性は冷戦期よりも高い。中国は旧ソ連のように世界を破滅させるほどの核兵器を持っておらず、核抑止が機能しないからです。しかし米中は共に核保有国であり、同盟国も米国の核の傘によって守られているので、戦争に発展する可能性はそれほど高くないのではないでしょうか。私はそう思いません。中国側の戦況が不利になったり、米国が東アジアにおける軍事的関与を失ったりした場合、核兵器が使われる可能性が高まると予測しています。本土を直接攻撃するのではなく、海に威嚇発射するような限定的な核戦争が起きることを心配しています。米ソ間とは異なり、中国と米国の同盟国との間の軍事バランスが均衡していないからです。この部分って新聞に掲載されていなかったんですよね。ウェブ版のみの掲載なんですが、この部分こそ重要な気がします。日本を取り巻く環境はとてつもなく危ない状況になっています。今後もどうやって中国を抑え込んでいくのかっていうのを周辺国、アメリカを中心になりますけれども、しっかり連携してですね、やっていく必要があるでしょう。皆さんにも手に取っていただきたいんですが、ネックなのはお値段なんですよね。定価5000円プラス税ですから5500円で、 Kindle 版もあるんですけど、 Kindle 版でも5225円とかもうほとんど変わらないんですよ。高いんだけど、それだけの価値のある本だと思いますので、ぜひ買っていただくか、もしくは図書館とかでね、読んでいただくといいんじゃないかというところで、今日は以上です。チャンネル登録もぜひお願いします。